はい、こんばんは。本日はプラネットコースター進めてまいります。こちら前回作った大樹なんですが、森の中にそびえ立っている感じにしたいので、周りを森で囲っていきます。そしてこういう特に何かを置くわけじゃないんですけど、こういう裏道も歩けるようにしようと思います。まあなんか歩ける場所が多い方が楽しいですよね、単純に探検できるような感じでちょっと裏道なんかも作ったりして。周りがあんまり単調にならないように、こんな感じで木の根っこみたいにちょっとしてみたら気持ち悪さが倍増いたしました。はい、そして道の途中に毎度おなじみドラットさん置いておきました。それでは周りの森サクッと完成させたいと思います。はい、こんな感じで大樹の周りをある程度森で囲みました。あんまり森を広くしすぎると他のものを置けなくなるので、はい、この程度ではあるのですが、で、あとここの裏道風のところなんですが、何もないと誰も歩かなそうだったので、はい、唐突な占いマシン設置いたしました。これでもしかしたらこの道もなんか歩いてくれるかもしれませんので、それではここからは全体的に照明をつけてライトアップ作業をやっていきたいと思います。こんな感じで森が暗いのは、まあリアルっちゃリアルなんですけど、一応テーマパークなので明かりをつけていきます。
はい、地上のライティングはだいたいできました。全体的に街灯を置きまくるとちょっと森というか公園っぽいイメージになってしまいそうだったので、こういう感じで何か施設があるところは街灯を置いて、それ以外の部分はエリアライトを地中に埋めてほんのり光らせるような感じにしてみました。占いマシンの部分は怪しい雰囲気にしようと思ったんですけど、なんかムーディーな感じになってますね。それではこちらの大樹さんに手をつけていきましょう。そういえばこの階段部分もちゃんと照らさないとダメですよね。ちなみにこの街灯、不気味な街灯っていうやつなんですけど、別にそんなに不気味じゃないですよね。お、暗闇を登ってましたね。まあこの来園者の人たちって明るいとか暗いとか全く気にしないんですよね。私のさじ加減で昼夜が一瞬で変わるので。はい、それではこちらの大樹中間地点からやっていきましょう。普通に色を変えれるタイプの街灯を置いて、なんか外から見ていい感じになるのがいいですよね。おおこういう感じか。この中間地点を青にしてだんだん上に行くにつれちょっと色が変わるような感じを目指してみようと思います。はい、こんな感じで大樹ライトアップしてみました。ちょっとあれですね、下品な感じしますね1階がこの黄色系になってて、上がるとだんだん紫になってで、この広場は青。いや、なんか落ち着かない感じですが、ここが青になって、でさらにこうどんどん上がっていくと、おお、はい、最終的にはこの緑になるという感じにしてみました。想像ではもうちょっと綺麗なグラデーションで神秘的な感じになるかと思ったんですが、大丈夫ですかねこれまあいっか。この柱辺から見るとどうでしょう、ファンタジー感出てますかね。あれ、なんかすごいうるさいな。あー、これか。この機関車オープンしてないのにめっちゃスタンバってますね。遠目から見てもだいぶやばそうな感じですね。こちらジェットコースターの最初の登り切ったところからの眺めなんですが、
はい、少し景色ができましたね。なんか今回作ったやつがすごいカラフルなライティングだからか分かりませんが、こんな感じで暖色系でまとまってるイルミネーションってなんかいいですよね、やっぱり。まあでもここはファンタジーエリアなので、今後もこんな感じでちょっと変わったものとか作っていけたらなと思います。はい、というわけで今回は体重を下品にライトアップしてみました。次回以降もお楽しみに。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。